ピースサインができなくなるバイオメトリクス認証。おはようございます、マサルです。今回はバイオメトリクス認証について一緒に勉強していきます。早速今回の問題にチャレンジしてください。 IT パスポート令和4年問い75、バイオメトリクス認証に関する記述として適切なものはどれか。A、指紋や静脈を使用した認証はショルダーハックなどの覗き見行為によって容易に認証情報が漏洩する。 E、装置が大型なので携帯電話やスマートフォンには搭載できない。 U、筆跡やキーストロークなどの本人の行動的特徴を利用したものも含まれる。 A、他人を本人と誤って認証してしまうリスクがない。どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は U、 筆跡やキーストロークなどの本人の行動的特徴を利用したものも含まれる。こちらが正解です。それでは解説をしていきます。バイオメトリクス認証とは身体的な特徴や行動によって認証する方法のことを言います。まず認証という言葉について説明します。 IT において認証というのは主にネットワークやサービスへアクセスするときに通信相手が本物であるかどうかを確認するための方法です。よく利用されているのはパスワード認証ですよね。パスワード認証はパスワードを使って本人であることを認証します。なのでバイオメトリクス認証ではバイオメトリクスを使って本人かどうかを確認する方法です。なおバイオは生物、メトリクスは測定という意味を持っています。では代表的なバイオメトリクス認証の例を見てみましょう。身体的な特徴を利用する例として指紋を使って認証する指紋認証、目の虹彩を用いて認証する虹彩認証、手の甲や指などを通る静脈のパターンを用いて認証する静脈認証、輪郭や目、鼻、口などの顔のパーツの特徴などを用いて認証する顔認証、声を分析して認証する声紋認証があります。さらにバイオメトリクス認証は身体的な特徴を使ったものだけではなく行動的特徴を作ったものも含みます。例えば筆跡者本人だけが持つ筆跡運動の癖を使って認証する筆跡認証、キー入力をした時の速度やタイピングから個人的特徴を使って認証するキーストローク認証があります。このキーストローク認証というのが私あんまりイメージできなかったんですが、調べてみるとキーストローク認証というのは主にパスワード認証と併用して利用されることが多いようです。例えばパスワードを入力するときにいつもは3秒くらいの時間で入力していたのに今回は10秒かかっているとか、逆に1秒もかからずに入力しているとか、あとは特定の文字を打つタイミングがいつもと違うとか、そのような違いを使って認証する方式のようです。 IT パスポートではバイオメトリクス認証が身体的特徴だけではなく行動的特徴も含むことを狙って出題されることが多いので、バイオメトリクス認証は行動的特徴も含まれることをしっかり覚えておきましょう。次にバイオメトリクス認証と合わせてよく話題になる本人拒否率と他人受け入れ率についてお話しします。バイオメトリクス認証は身体的な特徴や行動の特徴を使って認証するためパスワードなどを覚える必要がなく便利な反面、完全な精度で認証することができないという問題点があります。皆さんもスマートフォンの指紋認証で本人なのに認証されないこととかよくありますよね。バイオメトリクス認証ではシステムが間違って本人を拒否してしまう本人拒否率と間違って他人を受け入れてしまう他人受け入れ率が一定発生してしまいます。この2つはトレードオフの関係になっています。例えば指紋認証を使うときに判定を厳しくすると本人なのに間違って拒否される本人拒否率が上がってしまいます。指紋認証の判定が厳しすぎるとユーザーが使いにくくなるので判定基準を緩くすると本人拒否率を下げることができますが、今度は間違って他人を受け入れてしまう他人受け入れ率が上がってしまいます。どのようにバランスを取るのか、守るべき情報資産に合わせて調整する必要があります。
次にバイオメトリクスの安全性ランキングについてお話ししたいと思います。ここで言う安全性とは、照合精度が高く偽造などの悪用が困難であることを言っています。バイオメトリクス認証の例として、指紋認証、顔認証、静脈認証、キーストローク認証を用意しました。どの認証方法が一番安全性が高いのでしょうか。ランキング形式で見ていきましょう。第3位はキーストローク。キーストロークは文字入力の特徴から認証する方式でしたね。次は同率2位で顔認証と指紋認証。指紋は認証をするために接触する必要がありますが、顔認証は接触する必要がありません。利用シーンによって使い分けます。そして第1位が静脈認証です。静脈認証は最も安全性が高いバイオメトリクス認証の一つとされています。安全性は高いのですが、認証するためには専用の機器が必要です。なのでどこにでも導入できるわけではありません。最近は安全性も比較的高く、導入もしやすい指紋認証や顔認証の普及が進んでいます。それではここまで勉強した内容を使って練習問題に挑戦してください。 IT パスポート令和3年問69、バイオメトリクス認証における認証制度に関する次の記述中の A、B に入る軸の適切な組み合わせはどれか。バイオメトリクス認証において誤って本人を拒否する確率を本人拒否率と言い、誤って他人を受け入れる確率を他人受け入れ率という。また認証の装置またはアルゴリズムが生体情報を認識できない割合を未対応率という。認証制度によって A が低くなるように設定すると利便性が高まり、 B が低くなるように設定すると安全性が高まる。 A、B に入る適切な軸の組み合わせはどれになるでしょうか。それでは正解の発表です。正解はう。今回の問題、ちょっと問題文が複雑ですが、落ち着いて見ていきましょう。まず A が低くなるように設定すると利便性が高まるとあるので、 A は本人拒否率が当てはまります。本人拒否率というのは本人なのに拒否されてしまう確率です。一方 B が低くなるように設定すると安全性が高まるとあります。こちらは他人受け入れ率が該当します。誤って他人を受け入れてしまう可能性を下げることができれば安全性を高めることができます。両方の確率をうまく下げることができれば良いのですが、この2つはトレードオフの関係になっていて、どちらか一方だけを調整することはできないので、それも覚えておきましょう。続けてもう1問挑戦してください。 IT パスポート令和5年問99、バイオメトリクス認証の例として適切なものはどれか。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はう。タッチペンなどを用いて署名する筆跡や筆圧など動作の特徴を読み取ることによって認証する。バイオメトリクス認証は行動的特徴も含みます。そして行動的特徴に含まれるバイオメトリクス認証として筆圧も含まれます。それでは最後に復習をしていきましょう。 IT パスポート令和4年問75、バイオメトリクス認証に関する記述として適切なものはどれか。正解はう。筆跡やキーストロークなどの本人の行動的特徴を利用したものも含まれる。バイオメトリクス認証イコール身体的特徴を使うというイメージがありますが、行動的特徴も含まれることをしっかり覚えておきましょう。その他の間違い選択肢も見ていきます。あ、指紋認証や静脈を使用した認証はショルダーハックなどの覗き見行為によって容易に認証情報が漏洩する。生体情報はショルダーハックや覗き見では盗むことができません。なおショルダーハックや覗き見はソーシャルエンジニアリングの一つに該当します。ソーシャルエンジニアリングに関してはシャープ2で解説しているので、よろしければそちらも見てみてください。次はい。装置が大型なので携帯電話やスマートフォンには搭載できない。バイオメトリクス認証にはいろいろな種類があります。指紋認証や顔認証はすでにスマートフォンに搭載されていますよね。最後はえ。他人を本人と誤って認証してしまうリスクがない。バイオメトリクス認証は 100% の精度で認証することはできません。本人拒否率、
他人受け入れ率が一定発生するリスクがあることを知っておきましょう。最後にバイオメトリクス認証について面白いエピソードがあったのでご紹介します。皆さんは写真を撮るときにピースサインしますよね。実はこのピースサインから指紋が盗まれる可能性があるそうです。写真を撮るときにカメラからあまり離れずにピースサインをして写ると、拡大技術と人工知能技術を使ってその指紋を復元することができるそうです。怖いですよね。ただ現時点では過剰に心配することはありません。カメラから 1.5 メートル以内でピースサインをして撮影した写真はかなり高い確率で指紋が再現できるそうですが、 1.5 メートルから3メートルになると再現できる可能性は 50%、 3メートル以上離れると指紋を読み取ることはほぼできないそうです。有識者はカメラから3メートル以内の位置でピースサインをして写真を撮らないこと、そして指紋が写っている写真をむやみに SNS に投稿しないことなどを呼びかけています。ピースサインも自由にできないというのは何とも難しい世の中になりましたね。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるように動画を頑張って作っていきます。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンを押して応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。